人参の花言葉は幼い夢、子供心の二宮です。演芸番組ゼロです。え、な、人参なん？ええ、今日人参ちゃうよな。大根、あ、大根の花言葉を知りたい方は、前回の動画でやってますので、ぜひぜひこちらもご覧ください。これやっても見えへんねんで、お前ぜひぜひ。前回やりましたね。9月に植える野菜といえば大根。本日は100均で買った大根の種を牛乳パックで植えて育てようという企画をやっていきます。私たち園芸番組ゼロは初心者でもできたをモットーに、園芸や家庭菜園にチャレンジしていく番組です。皆さんと一緒に園芸や家庭菜園を楽しめたらと思いますので、よかったら見ていってください。お願いします。お願いします。先日ペットボトルを使った大根栽培をやったと思うんですけれども、はい、今日はなんと牛乳パックです。もう同じじゃねえって容量的には。そうです、うん、であ、なんかかわいい。あのお友達が来ております。はい、行きますというお友達が、はい、座っておりますね。彼らもここに埋まりたいと、そういうふうに登ってるわけなんで、はい、この後埋めたいと思います。はい、はい、冗談はさておき、冗談じゃない、マジでガチでもう一番そこに埋めたろうかなと思ってます。そういうわけで、あのもうペットボトルのだ、はい、ペットボトルあのペットボトルで大根植えるっていうやつもやったんで、もうね、段取りはつかめてると思うんです。でもまあこれはこれなりの注意点があるやろ。ええ、うん、そんなわけで、まあまあたわまる話はこの辺にして、早速実践に入っていきたいと思うんです。はい、本日も100均で買ったトロトロおでんの大根の種を植えます。はい、それでは、やっていきましょうか。やっていきましょう。はい、はい、まあ必要なものは一緒で、土とこの牛乳パックと種だけっていう感じね。はい、そうです。はい、多分ペットボトルやって、発作なんですよね。ペットボトルやった方は土もし貸したら余ってると思うんで、あのそれをぜひとも使いましょう。そうです。まあでもペットボトルあんまり家にないよ、ペット、あのこっちってあるよっていう人はこれやってもいいけど、多分大きさは2リットルのペットボトルの方が大きくなります。そうですね、もうだいぶ細いですからね。そう、1リットルやからな、これは。はい、というわけで、まず穴を開けます。穴を開けます。まあこれはまあある家ない家、なかったら100均で買ってきてもらって、切り、はい、とはなんかドライバーとかでも開けますかね。これは紙なんで、一応ペットボトルの時は、熱を使って半タコでやったんですけれども、これ紙なんで多分そういう切りの方がいいかなと思います。そうです、燃えてしまいそうで、ちょっとあれなん でそれではやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。これまずな、そう裏ね、裏はやらない、裏はやると底抜ける可能性あるから、紙だから。はい、いや、ほんま菜園楽しいね。だからこの側面を、はい、穴開けていきます。ほんで横からチュルチュルチュルと出てもらう、そういうイメージです、ね、イメージでよろしくお願いします。はい、いいね、いい音がしています。3つぐらいいきます。水の穴はいっぱいあった方が、まあ、正味の話、いいよね。そうですね。はい、というわけで書きました。はい、書いてきました。じゃあ、あと土を入れていきます。私は、いつもの滝の培養土ね。みんなは何回も言ってるけど、培養土やったら好きなやつ何でもいいんで使ってください。培養土やったらもうほんまになんか野菜の培養土がいっぱいあるから、はい、それ合わせて、別に花の培養土でも正直別に家にあるんやったらそれでも全然 OK やし、あのわざわざな、そのなんかこう大根とか菜園やろうと思ってて花専用の培養土買う人多分おらんと思うんだけど、まあでもそういう土でも全然 OK です。はい、そうですね。それは、今二枚さんが使ってるのは花と野菜のって書いてあるんで、そうそう、なんか一緒みたいな。そうです。あとちなみにこれも100均です。はい、あの100均でほとんどできるよ。その土とかさ、そっち系は100均のはやめた方がいいけど、あとは全部100均で OK よ、賞味で。あとこれトントントンってやって、土と土の間に空気がいっぱい入ってるから、あのちゃんと下に沈めてあげる。はい、
今回はペットボトルじゃないので、ちょっと外からの様子は全く分かりません。分かりません。ここも同じ要領やね。穴を開けまして、種をまきます。そう、水をあげるときにちょっとその土が浮いてくるから、はい、種が一緒にそのまま出て表に出てこないようにしっかりと入れてあげる。ある程度の大きい、これぐらいで、100均のトロトロおでん大根でございます。もう名前がいいですね、トロトロおでんって言われたら。そう、ダイソーだからね、これ、はい、これね、なんか俺1個腐ってるっぽいのがあるんで、ほかします。3ついきます。はい、やっぱり中央に、入れてあげるっていうのがコツかな。そうですね。もうちょっとだけ土上から足します。チュン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 、はい、はい、種まき終わりました。終わりました。じゃあ、水をあげます。これ一番、だから水あげが一番重要かなと思ってて、はい、この、細いやつね、これでちょっとぜひともやってほしいなと思って、あのいっぱいさ、100均とかでも売ってるけど、いっぱい穴が開いて上向いてるやつあるやん。でこう斜めにしてズバーって出るけど、あれって中途半端でこれぐらいちっちゃいやつに入れるときって、全部の穴から出てきたやつがまとまってさ、大量になんか滝みたいにドボドボドボって出るやん。あれで土に穴が開くから、あれぐらいの水圧はいらないんで、これで一定で優しくこうやってあげる。100均とかやったらペットボトルの先が変わるやつがあるから、この形に変わる系のやつがあるから、ダイソーとかやったらそれであげるのもありでございます。これ毎回言ってんねんけど、でここにこうやって優しく、まず全体から、これ見たら分かんねんけど、その土が浮いてきてるんよ、こうやって、こうやってな。それのこの浮いてきてる時に、浅かったら種が出てくるから、それだけ注意してもらったら何ら問題ないかなっていう感じね。そうでございます。でこうやって一回ちょっと休憩染み込んでから、はい、次いきます。でこの浮いてくるっていうのは土にもよって変わってくんねんけど、俺が使ってる滝の滝やったっけ、滝です、滝の培養土はあのピートモスが主体になってんねんか。要するに乾燥させた水苔が主体になってて、はい、土が入ってないよ。あとはそのバーミキュライトやったりとかパーライトやったりとかが混ざってる状態で、だから水を最初に吸収するのに、こうやって一回膨らんで吸収するっていう特性があるから、もうちょっと違う培養土やったらピートモスが主体じゃなかった場合は膨らんだりはせえへんかなっていう感じです。はい、できてるね、 OK。 はい、はい、あとは芽が出るのを待つという感じですね。そしてまあこれもペットボトルと同様の経路をたどっていくわけですね、この後。そうでございます。3日ぐらいしたらおそらく芽が出ます。はい、そこから双葉が出て間引いて、本葉が出て間引いてみたいなのを繰り返して、そうです、どんどん大根が実っていくと。だいたい80日ぐらいかかるらしいんですけど、大根になるまで、それを見守っていこうと思っております。そうです。まあほんまにもうペットボトルの時に同じこと毎回言ってるから、はい、そのもっと詳しく知りたい人はペットボトルの方今出してはここになんかもう飛んでもらったらいいんちゃう。そうですね、なんていうのカードっていう、はい、今ここにあこっちかピョンって出てきた。今出てる押し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 、あ押したらもうさようなら。あ、でもなんで急遽サクッとミニコーナーに変化しました、このコーナーでございます。ミニコーナー今あのちょっと多分見てる人同じやから、だから紙あのだから違うのは穴の開ける位置が違うっていうだけ で、ね、あと全く一緒なんで、だからその間引きするのも、まあ、改めて言うけど間引きするのもその大きくある程度ちょっと出てきた芽に対して一番元気なあるやつだけ残してもう全部抜いちゃう、1個だけにしないと栄養取り合っちゃうから、だから本当はめんどくさい手順があるよね。双葉ちっちゃい葉の時に1つ抜いて次本葉になって大きくなってからもう1つ抜いてっていう順番があんねんけど、はい、もうそういうの考えてたらあのほんまにそのめんどくさいから、はい、私たちはめんどくさがりの超初心者みたいなものですから、そうそういった目線からお届けいたします。みんなもそうやと思う、でもベランダでさめんどくさいことやるからもうややこしいややこしい、もプロみたいなことじゃなくてみたいな、でプロみたいなことせんくてもできます。はい、だからそれをねしっかりとまた今後追って、はい、詳しい育て方っていうのをこれが育っていく、この間のペットボトルのやつが育っていく過程でやっていくんで、はい、ぜひ、ね、みんなもこれと同時にぜひやってみて、一緒に成長できたらなと、動画と一緒に成長できたらなっていう感じでね。そうですね、で、うん、同じ頃に大根食べれたらいいかなって。
そうみんなで、そのやった大根を、おでんにしてつつきながら生配信と。多分二宮さんちこれで大根が大量にできるはずなんで、そうです、はい、楽しみにしててください。やってみます。はい、いろんな実験もしていくんで、いろんな肥料も使ってどれぐらい大きくなったり小さくなって、一番どの肥料がいいのかっていう実験もね、大根に対して。そうですね、お花用がいいのか野菜用がいいのか、そのペットボトル栽培で一番いいものを探すみたいな感じ で一番大きい大根を作りたいと。そうです、思ってます。はい、大根の動画などいっぱいあるんで、また見てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。夜は園芸塗り替える記録記憶にいっぺん芝居でいい芝キャプでいい構成するゼロのエンターテイメント、新たな心のセンス光るエントランス、始まりは歴史的に Always 突然麦わらスタイルにつなぎは清掃土いじり常に草木に栄養、花言葉で繰り感じる生命を経験